ドライバーの話良かったな。うん。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんと、ピンとしてしてくれるドラムスタントイーヤホンアンバサダーピエール中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピエールさん、今日はお伺いしたいものがありまして、はい、クラウドファンディング中の、うん、あの製品について、あの製品お伺いしたいと思っております。はい、あの製品、はい、こうですね、こちら、はい、有線ピアホン3ですね。有線ピアホン3、はい、すでにあのイヤホンのチャンネルでは、うん、アニミクさんが紹介していただいて、おかげさまで紹介していただいて、だいぶ伸びましたよ、その注文も。今だいぶ、はい、でもかなり達成してるっすよね。一応その目標の達成にはもう届いてはいるんですけど、もっともっと広めたいなっていうのは思ってるんですけど。今ってその何人ぐらいのご支援者さんいらっしゃいますか？支援の方ですね、428人がパートナーになっていただいてます。なるほど、はい、一般販売とかするんですか？一般販売はこのクラウドファンディングのこう様子を見て判断みたいな流れにはなっていて、まあ、できればしたいよねっていう話にはなってるんですけど、どうしても多分価格はこのクラウドファンディングよりは確実に上がります。あ、なるほど。購入を迷ってるんであればもう今すぐ支援していただいた方が早く届くしお得だしみたいな。で実際ね、一般販売できなかったみたいな可能性もまだあるので。あ、そうですね。なんで手に入れる人は早めに支援していただけるとっていう流れではあります。ま、今ご覧いただいているお客様は、うん、まあ、一旦止めていただいてクラウドファンディング行っていただくっていう。なるほど、そうそう方法も、まあ、概要欄に、ね、うん、あのリンク貼ってあるんで、まず一旦そっちチェックしてからでも大丈夫なんで、はい、そうですね。スペックとかもそこでパッと全部思いとかどういう、ね、あの過程で作られていったのかみたいなところも、どういう思いがあるのかっていうのも全部そこには書いてあるので、はいはい、それをチェックしていただくっていうのはすごく重要かなと思っております、はい。有線ピアホンといえばですね、うん、まあ、求めやすい価格帯でリスナーの感動を深めるイヤホンというわけで、手に入りやすいお値段で販売されて人気のイヤホンですが、はい、今回は初のハイエンドモデルということで、はい、そう、何故にこの今までってそのやっぱ1000円とか2000円とかで買えて、はい、で今イヤホンだと自販機でも買えるっていう、自販機でもちょっと独特のイヤホンになってますけど、お手軽にね手に入る。今回でも全然コンセプト違いますよね。元々 Bluetooth の方はフラッグシップモデルを作り続けてたんですよ、実は。はいはいはい、アビオンとのフラッグシップモデルを通常モデルとは別にピエール中野監修で作るっていう、いわゆるフラッグシップ担当ではあったんですけど、最初に組んだ時にハイユニットっていうブランドが、まあ、とにかく低価格で質の変わるイヤホンみたいなものを提供するっていうところだったん で、それでいろいろこう聞かせてもらって、はい、でその時に僕がこれはいいなって思ったのが、割と比較的手に入りやすい低価格帯のイヤホンだったんで、じゃあ有線の方はまずその入り口というか、うん、もう気軽にもうそのなんか、じゃあイヤホンちょっと変えてみるかみたいな、ちょっとその音にこだわりたいっていう人がなんか手の届きやすい入り口の値段でっていうので作っていたのが、いわゆるこう有線ピアホン1って言われてるものと有線ピアホン2って言われてるものが最初だったんで、だからそのイメージがもしかしたら強いのかもしれないですけど、うん、実はフラッグシップモデルは Bluetooth 接続の方では作ってましたよっていうことがあるんですよね。そうですね、よくよく言われてみれば、うん、作ってたわって思います。作ってたし、うん、それなりの評価もされていて、有線ピアホンの方でも、まあ、いつかはそのこうやっぱどうしても低価格帯なんで、音質の追求とかもどうしても限界があると、その何かをこう得ようとすると何かが犠牲になってしまうっていうところのバランスをどう取るかっていうところですごくチューニングも大変だったんですけど、でまあ入り口としてはまあここだろうっていう狙いっていうのをまあ見つけて、でそこで提案していくっていう、まあ入り口としては初めてイヤホンを買える人にとっては多分こう分かりやすく入り口になるんじゃないかっていうところがたどり着けたので、実際にそういう評価も多くいただいているので、それはそれで良かったのかなっていうのがまあ1と2で、で1はとにかくこうパッと聞いて分かりやすい解像度、いろんな楽器の音がちゃんと聞こえてくるっていうところと、しっかりとした低音が鳴っているっていうところがポイントだったんですけど、はい、で2に関しては低音を求めているユーザーっていうのがかなり多くて、実は、うん、思ってる以上に多くて、じゃあそこをちょっとしっかり狙っていこうっていうところで、イヤホンのポテンシャルを含めてそれは出せそうだったんで、うん、その低域をこだわって作り込んでっていうので、でかつ困らないように埋もれないようにするっていうチューニングを心がけたんですけど、さらにマイク付きっていうのをやったのが有線ピアホン2で、やっぱりもっと
と本当はこうしたかったのになっていうのがやっぱ当然その有線においてはあって、 Bluetooth の方はそれは基本的にはなくて、うんうん、割とこう理想のスペックでできる限りの理想のサウンド、しかも自分の名前が出ても恥ずかしくないようなできてたんですけど、有線ピアノ 1,2 に関して言ったらどうしてもやっぱ入り口になっているようなんで、うん、もっとできるんだよ本当はみたいな思いはやっぱどっかしら引っかかってはいたんですよ、うんうん、これは本当やりたかったんだみたいなイヤホンは出したいんですよねっていうのは言っていて、でそれが実現したっていう流れではありました。なるほど、はい、今までの有線ピアフォンとの違いとしてはやっぱりそういうどこでチャレンジしてるのかってことですよね、うん、はいはいはい、まあ、その価格面で 手に取りやすい入り口になるっていうことでチャレンジしてるのと、うん、とはまた全然イメージ違いますもんね。そうです、音追求型のイメージです、ね、あ、そうですそうです、そうです。こだわりのポイントとして、はい、デザインのこだわりのポイントをお伺いしてもよろしいですか。デザインはそもそもダルマオーディオさんと一緒に、はい、今回やっているんですよ。もともとあるモデルからさらにこう筐体をちょっと見直してデザインちょっと変えましょうと、装着感っていうところがもうちょっと欲しいなと思ったんで、材質だったりとか形が絶妙に変わってるんですけど、もともとのやつとシェイプ違うんですか。あ、だから完全オリジナルなんですよ。デザイン面でいうとアビオットって Bluetooth 接続のピアホンを作っているんですけど、はい、そこのデザイナーに頼んだんですよ。そうなんですね。デザイナーを統一することによってその一体感をちゃんと出す、はい、所有欲は完全に満たされるようなだいぶかっこよく仕上げてもらったんですけど、この側の部分、うん、そのフェイスプレートの部分なんですけど、はいはいはい、ついこの間知ったとこなんですけど、うん、そのフェイスプレートの部分って、うん、あの模様あるじゃないですか、はいはいはい、これ2個同じのできないタイプの模様じゃないですか。一個一個個体個体で同じ柄出てこないやつ、うん、あ、そう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 、あ、やっぱりそうなんです。そう、うん、ベースのこの柄がランダムになっていくんで、そのなんか喜び楽しみとかもありますよね、うんうん、特別感っていうのはすごく重要視したんで、デザインの面でもすごくこだわって、だからこの金の部分の色味だったりとかも何パターンも作り直したりとか やり直したりとかして、ケーブルの色とかももともとシルバーだったんですけど、はい、塗り替えて、でこのピアホン4っていうのがセミワイヤレスタイプなんですけど、はい、なそこのイメージにちょっと近づけたっていうところはありました。シリーズの中での統一感を持たせて、ね、あ、そうですそうです。ドライバーの部分な、まあ、音の心臓部分ですよね、はい、のこだわりについてお伺いしたいです。ダイナミック一発なんですよ、はい、ワンダイナミック 2BA の、まあ、3つ入ってるやつがいつも好きで、はい、その音質にやっぱ感動して、なんだこの音みたいな、こんな感動できる音がこの世に存在するのかって思ってしびれたんですけど、だからそれの感動を共有したいって思いで、もともとそういう構成が好きで作ってはいたんですけど、うん、じゃあなんで今回ワンダイナミックになったのかっていうと、はい、ちょうどゼンハイザーの I900 構成見たら、あ、え、ワンダイナミックなのってなって、うん、ワンダイナミックでも今こんなことになってるんだっていうのがあって、一緒に作っている方からの提案でいろいろこうイヤホン、まあ、いくつかバーってこう並べられて、でこうちょっと提案できそうなやつができたんで、うん、ちょっと聞いてほしいですって言って、で構成聞いたら、まあ、ワンダイナミックってなって、実際聞いてみたらワンダイナミックでも十分解像度の高い音がちゃんと出せるんだってなって、うん、だったらここで挑戦してみたいなっていう思いがあって、ワンダイナミックで 2BA って積むと、うん、その音の作り込みっていうところでは、まあ、時間もかなりかかってしまいそうっていうのも、まあ、難しそうですよね。難しそうだ し, 要素も多いし、作り込めるんであればワンダイナミックで行った方が良さそうっていう判断もあり、うん、今回そのワンダイナミックで行ったんですけど、想像以上のクオリティにちゃんと到達できたんで、だそこは多分本当選んでよかったなっていうふうに思いました。チューニングというか、うん、こういう風な聞こえにこだわったよっていうところを、はいはいはい、あのお伺いできればと思います。一番最初に受けた衝撃とか、はい、イヤホンをその高級なものに変えた時の衝撃、感動、音楽ってこんな聞こえ方が本来してたんだっていうところはやっぱすごく重要視していて、うん、ピアホンシリーズで言い続けてるんですけど、やっぱ自分がこう、はい、プレイヤーでありリスナーであるっていうのを両方の立場を持っていて、あらゆる音を知っているっていうところが僕の一番の強みだと思うんですよね、うん、レコーディングの現場だったりとか、ミックス、マスタリング、ライブの中音、外音とか、実際のライブ会場でこう高揚感を自分が感動している時に聞こえている印象の音っていうのといっぱいあると思うんですけど、自分たち演者が届けたい音、さらにはリスナーが求めているであろう音、うん、こういう音を求めているに違いないっていうことを僕は知っているので、そこは完全に出せてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、他のイヤホンにはもちろん出せない部分だし、うん、大部分の人がなるほどってちゃんと思ってくれるようなイヤホンになってると思います。ハイエンドのイヤホンが好きなユーザーの方にとってもそうですし、もともとピアホンを使ってきてくれたユーザーに対してもそうですし、
なんかイヤホン買いたいなって思ってる人にもそうですし、イヤホン探してる人、イヤホン のよくこういろんな視聴してる方にとっても、あ、なるほどってなって思えるようなイヤホンがちゃんとできたのかなっていうふうに思いました。僕が、まあ、聞かせてもらった感想で言うと、はい、第一印象として一番強かったのが、うん、スピード感。スピード感、うん、この速さの感覚、はい、まあ、音って別に聞くだけやったら速いとか遅いとかってそんなんないでしょうって、はい、まあ、思うと思うんですよ、はいはい、でも聞いた時にスピード感があるなっていう音を感じるかどうかってありますよね。ありますあります。でここがそのパワーとスピードみたいなものが合致して、ハイスピードで来ているけどその音としてのニュアンスがそのすごくアグレッシブだっていう風に感じられるんで、うん、はい、強いイヤホンやなっていう印象。いわゆるそのダイナミックドライバー その得意としている分野、うん、スピード感とパワー、それをなんか両立して感じられる。どちらかというとビートリズムの部分っていうところで本能的になんかこうリアリティを感じるというか、こういうところなんだよなっていう感じは一番印象としては強いですね。なんかライブとか行った時にドキドキするのってその帯域だったりするんですよね。そうですね、なんかこうガツンとくるというか、そういうイヤホンは作りたくて、ちょっとドキドキするような感覚っていうのはやっぱ、でもその辺のニュアンスとかがちゃんと伝わるような音作りにはしていて、うん、そこからさらに上物っていう、そのメロディーだったりとか歌声だったりとかっていうのがこうスッてこう入ってくる感じっていうのはニュアンスとしては目指しましたね。僕らって、うん、まあ、いろんなイヤホンとかヘッドホンを使ってるから元気が出るタイプのものと、うん、なんかこう安らぐタイプのものって、はいはい、大分類に分けるとなんかあるじゃないですか。このヒーラータイプとアタッカータイプみたいな、うんうんうん、どちらかというとアタッカータイプのイヤホンなんやっていうのはすごい分かりやすく、イヤホンのシリーズ自体が全体的に多分その傾向はあると思います、うんうん、聞き疲れしないようにっていうのは結構意識実はしていて、うん、なんかうまく伝わっていればいいなっていうのは思いましたけどね、うん、低域中低域のイメージっていうのが結構みんなあるみたいで、はい、ライブだったりとか実際の演奏の生々しさっていうニュアンスってそこにあって、有線ピアフォン3に関してはだいぶうまくチューニングできたと思うんで、中低域から生まれてくるその生々しさ、キックの生々しさだったりとか、うん、あとスネアのニュアンスとかもそうだけど、それはまた別の帯域になってくるんだけど、うん、なんかそこら辺の作り込みがうまくいっているから、多分そこの力強さを感じたっていうことだとは思うんだけど、うん、実は広域部分とかも絶対に刺さらないようにしてるんだけど、はい、しっかり伸びて聞こえるって、綺麗に聞こえて、臨場感とか中低域の作り込みに対して多分それを力強さを感じたのかなって思うんだけど、でも意外とそこまで力強さは狙ってなくて、うん、力強いやつって僕も疲れちゃうから、確かにそのヒーリング系のイヤホンと比べたら力強いけど、ピアフォンシリーズの傾向としてもともとそれはあるから、うん、そこのアップデート版と考えてもらえれば信頼してもらえるかなっていう気はするんですよ。このイヤホンをここ聞いてほしいなっていうところっていうのをいただけたら、うん、まず、はい、ピアフォン使ってくれて、はい、ともとピアホンユーザーの方から、そもそもピアホンユーザーの方はまず間違いなく満足できるイヤホンになってるのかなっていうのがまず一つと、はい、もっといい音質で聞いてみたいっていう人、有線でなんかいい音のイヤホンないかなっていう探している人にも当然おすすめできるのと、あとはまあダルマオーディオさんとのコラボになっているので、はい、ダルマオーディオさんのファンの方とか好きで聞いてるって方もちょっと面白いアプローチになってるんじゃないかなって、僕の好きな音質傾向とかも把握した上技術提供してくれてるような形になっているんで、ダルマオーディオさんが好きっていう人の方に視聴してもらってるんですよ、何人か。もうなんか、あ、これはなんか面白いアプローチになってるし、装着感も違ってきてるから、なんかこれはこれでみたいな、であとダルマオーディオの知名度がこれでアップするならすごい嬉しいですみたいな風に言ってくださる方もいるので、もう本当にハイエンドの有線イヤホンが好きなんだよっていうヘビーユーザーの方にも、こういうイヤホンが誕生したんだよっていう意味でも聞いてほしいですね。最初にも言ったように、なるほどってなってもらって、ちょっともっと来たいとか、あ、これでこれ聞いたらどうなるかなみたいなやつとか試したくなるようなイヤホンにはなっているので、うん、ぜひお試しいただきたいなというふうに思ってますね、はいはい、じゃあ最後に、はい、有線ピアフォン3の、はい、クラウドファンディングのお知らせです。お知らせです、はい、6月29日の23時59分までになっておりますので、ぜひお早めにご支援の方よろしくお願いします。実際にその視聴できるようになるのってまた今後とかですかね。あの視聴機が、はい、まあ、これ今撮影している段階だとないんですけど、はい、出来上がってくるはずなんで、はい、できればイヤホンさんでもう視聴できるようにしてもらえるとすごく嬉しい。あと僕を街中で見つけたりとかすれば、
直接行くっていう方法があるんですね。ちょっと優先ピアフォンを聞かせてくださいって言われれば時間があれば全然、まあ、全然時間があれば、あの優先ピアフォン3が聞きたいなというお客様は、はい、いいイヤホンに常設できるようになればいいイヤホンに来ていただいて、いいイヤホンちょっと遠いなってことであれば、うん、中野さんを探していただいて、いやそっちの方が遠くないなって思っちゃいますどちらかの方法でやってもらおうと思います、はい、本日ご紹介いたしましたのはいいイヤホンの浜ちゃんとビントシェシグレドラムさんといいイヤホンアンバサダーピエール中野でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。